はい、本日はですね、こちらノースフェイスのマウンテンダウンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。ちょっと今寝起きで声が出てませんがお許しくださいということで、このダウンジャケットはですね、結構まあ人気のあるアイテムで、ノースフェイスの中でもバルトロっていうダウンとこのマウンテンダウンジャケットってまあ結構2大トップぐらいの人気があって、まあそれこそ僕の動画を知っていただいた方とかもですね、これ僕買いに行ったっていう動画出したんですよね。でその動画がこう何て言うんですかね、まあ、プチバズりみたいな感じのが2年ぐらい前にあって、それを機に僕のことを知ってくださった方っていうのが結構いらっしゃったりしてて、まあ僕からしてもですね、さまさまジャケットと言いますか、まあこれがなかったら今この人生がないというぐらいの、とても重大というか、とてもありがたいようなジャケットになっててですね、まあ、このジャケットを2年間使用してみてどうやったかっていうところの、まあ、お話を今日はしていきたいなというふうに思いますので、まあ、このジャケットを話はしていくんですけど、まあ、最初にこれ言っとくと、このダウンジャケットはその巷で出てる普通のダウンに比べるともう超ハイスペックのダウンジャケットなんですよね。だから他のダウンジャケットと比べるとちょっと比べ物にならんぐらいの、まあ、機能性があるんですけども、でも実際使ってみると、あ、ちょっとこれやっぱり結局微妙やなとかっていうのもやっぱ若干あるんですよね。なので、まあ、今日の話の流れとしてはですね、一応まあ今日の、使ってみて分かったことっていうのを最初にバーっとお話ししていって、で次にサイズ感ですね。これちょっとサイズ感がバルトロとはちょっと違うんですよね。だからバルトロとかを持ってはる方やったら同じサイズを買っちゃうとちょっとイメージ違うと思うので、まあ、その辺のお話をして、次にデメリットですね。これ実際使ってみてちょっとこれ微妙ですと、あと注意点、まあ似てるんですけど、まあ僕はこれ結構注意してきてるんですみたいな感じの話をして、でその次におすすめの人、これじゃあどういう人がおすすめなんていうと、まあ超ハイテクスーパーダウンジャケットなんで、まあほんまにドラゴンボールでいうところのスーパーサイジン4みたいな感じなんですよね。スペックで見たらこれ以上上はないでっていうことになってるんですけど、また、あ、好みがあるじゃないですか。やっぱスーパーサイジン2のちょっとロン毛の方がいいでっていう方もいらっしゃれば、やっぱり一番最初フリーザーの時にスーパーサイジンになった一番最初がいっちゃんかっこいいよなっていう人もいてると思うので、まあ、その辺は人によってやっぱ違うんですけど、まあこういうスーパーサイジン4のダウンジャケットを紹介していきたいなと思います。まあ、まずですね、この特徴としてって、まあ、使ってみて分かったことなんですけど、まあ元々からこれ分かってたんですけど、この外側の生地っていうのが、まあ、めちゃくちゃハイスペックなんですよね。まあそれどんなハイスペックなんかっていうと、それこそパッて外とか出たりとかして、いきなり冬場とか雨降ってきたりとかするじゃないですか。まあ冬じゃなくてもするんですけど、でも冬場やったら雪もあるし、あられもあるし、みぞれもあるしっていっぱいあると思うんですけど、まあそんな時なんかはこの生地っていうのがもう完全に水を通さないんですよ。だからどんな気候でも問題ないし、わざわざいちいち傘とか持っていかんでも別にフードピュッてかぶっちゃえば絶対濡れないので、いちいち飲み会とかに行くときに、冬場の飲み会ってもうただですらダウンとか荷物いっぱいあるのに、なんか傘持っていくんでめちゃくちゃ邪魔くさいじゃないですか。多分これ男の人やったら、いや分かる分かるみたいな、飲みに行ったときに狭い席にダウンをこうやって持っていくだけでも邪魔くさいのに、この傘どないしようっていう、ビニールの白の傘、これもどないしよう、もう捨てて帰ったのかなと思うときあると思うんですよ。でそれぐらい結構めんどくさいと思うので、でしかもその飲み会の帰りに使う時とかって、ちょっと店から店までの移動とか、店から駅までの移動しか使わへんかったりするから、これ別にフードかぶって濡れへんかったらそれでええねんけどなっていう時あるじゃないですか。でそんな時なんかはこの飲み会とかにこれを着ていけば、ちょっと雨、店出た瞬間小雨降ってるなと思ったら、これフードピュッてかぶってあげたらもうどっこも絶対濡れへんし、完全に守られてるので、どんな天候でも着れるっていうところがまあまあいいんかなというふうに思いますし、なんか前ですね、コメント来とって、これをスノボーとかで着れますかっていうコメント来とったんですけど、まあ正直着れんことはないんですけど、多分めちゃくちゃ暑いと思うので、スノボーとかやったらそれこそこれのモデルになったようなマウンテンジャケットっていう、これダウンが入ってないバージョンなんですけど、でまあちょっとだけディティールは違うんですけど、まあ、こういうマウンテンジャケットがベースにあってこれが出たっていう、順番的にはこっちの方が先で、で次こっち後に出てるんですけど、まあ、こういう風なダウンの入ってないやつをスノボーとかスキーとかに使うべきやとは思うんですけど、まあ僕はあんま個人的にこれをスノボーとかで着るっていう発想はないので、まあ、どっちかって街中で着るっていうところがメインになってきて、登山でも多分これは着ないと思うので、まあ、街中がメインになってくるとは思うんですけど、そんな街中であってもどんな気候でも行けるし、もう飲み会なんか持ってこいっていう感じだと思うので、まあ、そんなところがまず一つ目で、で次がですね、こちら天然のダウンを使ってるっていうことになってるんですけど、ダウンってね、大きく分けて2つがあって、まあ、僕のチャンネル見ていただいてる方だったら分かるかもしれないんですけど、僕以前動画では話してるんですけど、天然のダウン、要は水鳥のほんまの毛のマジで生きてたこのところのダウン、マジで入れたところのダウンと、あとは天然じゃなくて化学繊維、人間が作り出した似てるようなダウンっていうのがあるんですけど、もちろん一番最初に出たのはこっちの生き物のダウンなんですけど、まあそれを模倣して作り始めたっていう、結構まだ歴史は浅くて50年ぐらいしかまだ歴史はないんですけど、まあ、そういったものを使ってるやつっていうのは結構どんな気候でも、人間が作り出したやつなんでどんな気候でも対応できるっていうのはあるんですけど、これに関しては絶対
対に外側が守ってくれて濡れないので、本物のダウンを入れても全然問題ないんですよね。で、本物のダウンの方がもちろんそれはあったかいし品質も高いし、ただ唯一デメリットとしては濡れたらあかんっていうのがあるんですけど、こうやってちゃんと濡れへん生地を使えてるからこそ天然のダウンを掘り込めてるっていうことになってて、ノースフェイスの中でも人気のバルトロっていうジャケットあると思うんですけど、バルトロに関しては人工のダウンを使ってるので天然のダウンじゃないんですよね。で、あれは防水機能はないので、もう雨に濡れちゃうと結構ビチョビチョになったりとかして中まで浸透したりするんですけど、まあ、これに関してはしっかり守ってくれるので、中にどんな綺麗なダウン入れてようが、どんなセーター着てようが、あのグレーの T シャツ着てようが濡れることないので、まあ、そういうところがあの濡れるところに戻っちゃったんですけど、まあ、天然のダウンを使ってるっていうところで品質としては化学繊維よりはいい品質を使ってるということになってます。まあ、ただダウンについてもですね、まあ、どこさんによっていいや悪いとかいうのがあったりするので、まあ、それ気になる方は、まあ、下動画説明欄貼っときますので、それ見てもらったらどこさんのダウンがいいとか、まあ、どういうダウンがいいっていうのは分かると思うんですけど、一応これに関してはどこさんっていうのは明記はされてないので、まあ、どこのものか分からへんダウンは使われてるんですけど、一応天然は天然なんで、まあ、バルトよりかはダウンの質はいいんかなというふうに個人的には思ってます。で、そして次がですね、これ生地が極厚なんですよね。で、生地が極厚っていうとですね、まあ、この外側のそのさっき言ったあの雨が通らない生地とか風が通らない生地が分厚く作られてて、普通ダウンジャケットやったら多分これがもう限界やでいうぐらいの生地の分厚さになってるんですよね。で、生地ってこんなもん分厚くしたら分厚くしただけいいやんみたいな感じで思い張る方もいらっしゃると思うんですけど、次分厚くしたら分厚くした分だけ頑丈なんですけど動きにづらいんですよね。だからレザージャケットとかもそうやと思うんですけど、レザーってパッて着たりとかしたらこう硬いじゃないですか。で、それって動きづらさあると思うんですけど、さらにその間にダウンを掘り込んでるから余計動きづらいんですよ。まあ、なのでこれが70デニールっていう生地の厚さなんですけど、多分ほんまに限界ぐらいというか、これ以上分厚くすると結構動きませんでいう感じだと思うんですけど、まあ、それのいいラインっていうかいい塩梅っていうのが多分70デニールやと思うんですけど、まあ、ほんまにちょっと吸ったや吸ったとかその擦ったとかぶつかったとかなんやなった時でも全然そんな全く問題ないぐらいの生地感で、バルトロの倍以上の生地が使われてるので、まあめちゃくちゃ丈夫というところも、まあこれは使ってみて分かったっていうか、まあ使う前から分かってたんですけど、そんなところになってたりとか、あとちょっと仕様がですね、これもともとさっきも言ったみたいにマウンテンジャケットの仕様になってるので着丈が長いんですよね。で、バルトロとかって結構着丈が短いショートタイプのダウンジャケットになってるんですけど、これに関してはもともとマウンテンジャケットをベースにしたマウンテンダウンジャケットになってる、要はマウンテンジャケットにダウンを掘り込んでる感じになってるので、着丈がこのお尻のところとかも結構長いんですよ。なので例えばこれを着てる状態でこうかがんだりとかしたら、バルトロやったらケツのところからおパンティーがこんにちはすることあるんですよ。まあ、なのでちょっと気になったりするんですけど、これはこの後ろのところが長いのでちょっとかがんだりとかしても全然腰のところが見えたりとかしないっていうところも、これは使ってみて分かったんで、腰のところから変に風が入ってきたりとか、あとまあパンティーが見えたりとかっていうのもなかったりしますし、あとこれの長いバージョンもあるんですよね。マウンテンダウンコートっていうもうちょい長い、ほぼほぼスペックは一緒やけどちょっと長いっていうのがあるんですけど、まあ、それに関しては結構女性の方が着たりとかしはるんですけど、まあ、これは結構メンズの方が着ても着丈が長いので、まあ次のサイズ感になるんですけど、これサイズがですね、僕、178で65キロの M サイズを着てるんですよ。で、 M サイズっていうとバルトロも M やしこれも M やから同じようなサイズ感なんかなと思いきや、やっぱバルトロは結構短いんですよね。で、このマウンテンダウンジャケットは実際着てみると、まあ、上とかは別にそんなになんちゅうことないんですけど、この着丈ですね、すいません、バギーズショーツ履いてるのバレたな。この後ろとかもしっかりお尻隠れてるんですよ。ほんまここがお尻なんですけど、こんな感じですっぽりお尻が隠れるぐらいで、これで M なんですよね。だからバルトロあえてオーバーサイズで、例えば僕が XL とか L とかで着てたりとかして、まあ、マウンテンダウンもちょっと大きめに着たろうと思って L とか XL 着たらもうダボダボになると思うので、昔のなんていうんですかね、僕らが中学校ぐらいの時に流行った BK みたいなスタイルになってくると思うので、まあ、ちょっとその辺はオーバーサイズ通り越しちゃってるのかなみたいな感じだと思うので、サイズ感としてはちょっと気をつけた方がいいんかなというところと、で、次のデメリット注意点っていうところになるんですけど、まず注意点一つ目としては、サイズ感がバルトロとは違う、なのでじゃあ何と似てるんっていうところになると思うんですけど、先ほどお見せしたこのマウンテンジャケットを持ってはる方やったらもうこのままのサイズでいけるんですよ。マウンテンジャケットも着丈が長くて、もうほんまに規格的にはめちゃくちゃ似てるんですよね。これにダウンが入ったっていうイメージしてもらえればいいと思うので、まあ、マウンテンジャケット持ってはる方はそれと同じサイズ感で全く問題ないっていうことと、まあ、それ以外の方で、まあ、どれがいいかっていうとですね、まあ、これはちょっとわからんという、他に何を例えていいかがわからないので、まあ、またそれも需要があればなんかサイズの動画とかも作ろうとは思ってるんで
ですけど、まあ、今のところはちょっと考えてはないので、まあ、一応そんな感じのサイズ感ということになっているので、まあ、バルトルと同じ感じで買っているとちょっとまずいかなということになっております。そして次のデメリットっていうのがですね、やっぱりバルトルもそうなんですけど、このマウンテンダウンも国産じゃないんですよね。だからまあ国産じゃないって、まあ、ノースフェイスのやつほとんど国産じゃないんですけど、国産じゃないとどうなってくるかっていうと、やっぱ要所要所細かいところのなんかちょっとほつれが出てきたりとか、まあ、ちょっと糸くずが出てきたりすることってあると思うので、まあ、ただこれを国産にしてくると、バルトルとかマウンテンダウンを国産にしちゃうと多分10万超えて、それこそミニスターダウンとか、まあ、そういう、まあ、カナダグースとかそれぐらいの価格帯までガーンって上がってくるとは思うんですけど、まあ、これって比較的そんなに高くはないじゃないですか。あの他のアウトドアブランドのダウンってやっぱ10万ぐらいすると思うので、まあ、それ考えると6万円台で買えて、まあ、バルトルも6万ぐらいかなで買えるので、まあ、国産じゃないっていうところもは僕個人的にはちょっと、まあ、これで国産だったらもう言うことなしやなと思うんですけど、まあ、そんな感じになってたりとか、で次のデメリットっていうのがですね、2点目っていうのがこの首元なんですよね。でこれは何かっていうと、どうしてもこのマウンテンジャケット仕様になってるので、しっかりこの首の上のところまであのフードっていうか首元が来るのは全然ありがたいんですけど、この首元のところのこの隙間っていうのが出るんですよね。例えばこうやって閉めるじゃないですか。で閉めたりしたらここにこう隙間があるんですよ、まあ、なのでこれってあのめっちゃくちゃ寒い日ってここめちゃくちゃ寒いんですよ、首とかで。もうビュービュー風当たってる感じするし、めちゃくちゃ風入ってくるんですよね。だからそれが例えば北海道ぐらいのマイナス何度とかあるじゃないですか。ああいう時とかに僕これ来たんですけど、めっちゃ寒いなと思ったんで、ちょっとそんな時はマフラーかなんか入れんとさすがに用無理やなと思ったんですけど、僕大阪に住んでるんですけど、関西で普段使う時とかはここがめっちゃ寒いとかはあんまり思わないんですけど、まあ、やっぱ北海道ぐらい、要は0度以下ぐらいになってくると、もうここが隙間空いてるのめちゃくちゃ寒いので、まあ、この辺はちょっとデメリットやったかなと思います。だからまあ言うたらここのとこにもうちょっとフードっていうかダウンとかを仕込めれれば多分いいと思うんですけど、まあ、そうなってくると次は着膨れしちゃうと思うんですよね。だからまあ難しいところで、ここにダウンを入れちゃうとちょっとまあバルトルとも差別化できないと思うので、まあ僕そんなまあ裏方全然知らないんですけど、まあ多分そういう意図とかもいろいろあってここにダウンをあえて入れてないと思うんですけど、まあそのあえて入れてないことが僕にとっては結構デメリットかなというところで思います。はい、そしてですね、次おすすめの人ということなんですけども、まあ、このダウンジャケット2020年も出るので多分まあ人気はあると思うんですけど、まあ、どんな人がおすすめかというとですね、やっぱり外で特に活動されている方、だから野外活動って言った言い方あれやな、まあ、遊ぶとかもそうなんですけど、まあ、例えば冬場になんか天体観測行くとかってなったりとかした時って、まあ、こうパーって見上げてたりしても、いきなりその天体観測ってこう田舎の山とかで見るじゃないですか。でその時とかってこう山って天気変わりやすいから、雨バーって降っていたりしてもこのフードピュッてかぶっちゃえば全然いけるし、まあ、そんな時なんか使えたりとか、あとそれ以外にはさっき言った飲み会とかもこういちいちなんか雨降りそうやな、でも傘持ってくの邪魔くさいなとかっていう時はこの一着ダウンパンって着といたら、もう雨降ってきたらこれでシュッて終わりやから。あとまあそれ以外にはですね、僕の方ではあんまり住んでるとこではないんですけど、年に1回ぐらい雪降るかなって感じなんですけど、まあそれこそ東北の方とかやったらほんまに結構もうずっと雪降ってるところとかってあるじゃないですか。そういう地域の方とかはこれ持っておくたりとか、あとまたマウンテンダウンコートっていうちょっと着丈の長いやつとかはめちゃくちゃ使えるやろうなと思うし、雪とか降ったって濡れへんし、なんやったらパジャマの上にこれだけ着といたら、あの外出ても全然中濡れないんで、結構そういう天候が変化しやすいところは重宝するやろなとかっていうのは思うので、まあそんな感じですかね。まあそういうのってバルトロにはない良さなんで、バルトロってやっぱ濡れると、さっきも言ったみたいにまあびしょびしょになって濡れちゃうっていうところは、やっぱ小雨はいけるんですけど、結構雨降ってきたりするともうちょっとやっぱ傘持っとかなあかんとかってなるんですけど、まあ、これに関してはもう傘持ってやんでも全然いけるんで、まあそういった方なんかにはいいかなと思いますし、まあ基本的には傘あの僕持っていくでとか、私傘持っていきますっていう人は別にあのそんなバルトロで傘持ってったらええやんって感じだと思うんですけど、まあ、めんどくさい人もそうやし、あと外で作業だから雪降ってる中なんかスコップなんかするとかってなった時はこういうジャケット着ておけば全然濡れないので、まあ、そういった方だからズボラの人もしくは作業する人とかは、まあ、これは結構向いてるんかなというふうには思います。ということで今年も2020年も新色が出るっていうことで、何年やったかな、なんか色出ると思うんです。まあ、なんか出ると思うので、今年に関しては2020年モデルは僕買う予定はないので、特に変更点が今のところないっていう風に聞いてますので、まあ生地もゴアテックス、さっき言った防水の生地使用してるし、まあダウン自体もあんまり変わらへんし、規格とかデザインとかも全然変わってない、他社色だけ変わってるってことなんで、まあそれ言ったらまあ今回はちょっとスルーさせていただこうかなという風に思っておりますが、まあ、一応これがですね、マウンテンダウンを2年ぐらい着用してみた結果ということになっておりますので、まあ、僕を育ててくれたこのマウンテンダウンジャケットと
ともに、今日はお別れしていきたいなというふうに思います。最後は着用動画を見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですね、マウンテンダウンの動画を紹介してみたのではなくて、本日はですねマウンテンダウンの、2年間使用レビューを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。